ポインセチアは、東大草か東大草属の植物。常緑性低木。学術上の標準和名は、小常木であり、ポインセチアは通名である。日本では11月から12月頃に、茎の上にある葉が赤や桃色や乳白色に美しく色づく。クリスマスが近くなると花屋に、鉢物が出回ることから、クリスマスフラワーとも呼ばれる。そのため本では、 中東の季語とされている。葉は薄く、楕円形。花は、いわゆる灰状果樹である。その下につく葉の形の包容が赤く染まるのが、干渉の対象となる。その赤さは、キリストの地の色に例えられる。原産は、メキシコと、中央アメリカ。原産国とされる、メキシコが四臭国では、ノーチェブエナと呼ばれる。メキシコの伝説が、 アメリカ合衆国の初代メキシコ講師であった JR ポインセットの知れるところになり、また真冬に花を咲かせることからアメリカに伝わり、彼の名前が付けられた。日本には明治時代に来た。和名は少女木。大酒飲みの赤い顔が特徴の伝説上の動物である少女に似ていることから名付けられたという。単日植物で園芸植物としては、 開花を促すために短日処理を行う。観葉植物としてクリスマスの時期に合わせて短日処理をして紅葉させて緑色の灰色とのコントラストを楽しむ。ただし摂取レードを下回るような場所に放置すると葉が落ちてしまうのでクリスマスの時期の管理には注意が必要である。増やし方は水を張った容器や土に挿し木をすれば発根する。 園芸品種が近年多様化しており、従来の紅色に加えて、乳白色、淡い黄緑、ピンク、不入りなどのバリエーションが楽しめる。強剪定にも耐える。一般に、鉢植えの植物というイメージが強いが、宮崎県宮崎市、堀切峠の沿道には5万本以上植えられており、12月の開花時期には、日南海岸の展望と合わせて、名所となっている。 小さな花が数個固まって咲いているため、一つの花のように見える。よく似たものに、症状層がある。全体によく似ているが草であり、幹は木質化しない。また、包容も全部は色づかないのが普通である。日本では時に気化植物としても見られる。前層に有毒成分、ホルボールエステール類が含まれ、皮膚炎、水泡などを引き起こす。脂質的な毒ではないが、 1919年にハワイで子供がポインセチアを食べて死亡した例が報告されている。ホルボールエステルには発ガンプロモーション作用がある。ありがとうございます。